こんにちは、みきです。今回は、体ラボから開脚がうまくできないというあなたに、開脚が簡単にできる一人整体をお伝えします。Are you ready? まずは、正座で姿勢を整えます。仙骨の角度を意識しましょう。息を吸って胸を上げます。骨盤を寝かさないように注意してください。吸いながら上に引き上げます。かかととお尻を引き離すように、吐きながら内側に入れます。体勢が整ったらもう一度吸って、息を吐きながら手をつきます。もう一度吸って吐きながら後ろに足を伸ばしていきます。鼠径部と太ももの前、大腿直筋をしっかりと伸ばします。そこから上体を起こしていきましょう。息を吸いながら上体を起こします。吐きながら骨盤を少し下に下げてください。その時に骨盤は仙骨の角度30度付近を保ったままで、腰椎を反らせすぎないように注意してください。すごく反ってしまうという方はあまり下にならずに、お尻を上げたままで腰椎の角度を保ってください。体がまだいけるという人は下まで下がってください。息を吐きながら行います。吸いながら手をついて、吐きながら足を戻していきます。もう一度呼吸を整えてから反対の足も行います。息を吸って手をつきます。吐きながら足を後方に引いていきます。鼠径部が伸びていることを確認して上体を起こしましょう。肋骨と骨盤を引き離します。この時に回旋しないようにおへそを前の方に向けてください。息を吐きながら下方向に持っていきます。座骨とかかとがつくまでしっかりと行いましょう。この時に反らせすぎないように注意してください。吸いながら手をついて足を戻していきます。最後にまた呼吸を整えましょう。今回の一人整体は、股関節を伸展しています。膝や腰が痛いという方は、椅子に座って行っていただいても構いません。必ず下腹を意識して、腰を反らせないように注意してみてください。今回は、体ラボからお届けしました。次回もお楽しみに。